福話術は、口を動かさずに唇を少し開けた状態で音声を出し、人形が喋ったり音を出したりしているように見えたり、聞こえたりさせる技能。一般的には、人形の後ろに手を入れて、人形の口を手で開閉しながら、自分が出す人形の声は、唇を少し開いたまま口は動かさないで喋る形式をとる。福話術を演じる人を福話術師という。 福和術師のエドガー・バーゲンと相棒の人形、チャーリー・マッカーシーもともと福和術は古代において呪術や占いの一部として神秘的な力をアピールするために用いられていた。また、聖書にも福和術のことと見られる記述が見られる。紀元前5世紀頃のギリシャの聖職者エウリクレスは、ほとんど唇を動かさずに声を発することができたとされている。 中世になって魔女狩りが行われるようになると、福和術師たちも迫害の対象となった。この時代の福和術師としては、ケントの聖書書として知られるエリザベス・バートンが挙げられる。彼女は19歳の時に、占いの力があることを自覚し、腹の中からの声を使ってお告げを行っていた。カンタベリー大司教であるトマス・クランマーによると、彼女の声は逆だるから出てくるようだが、 唇は動かなかったという。1584年にイギリスのレジナルド・スコットはディスカバリー・オブ・ウィッチクラフトを出版した。この本は魔女狩りによって無実の人が迫害されるのを阻止するための出版されたもので記述の方法などが紹介されているが、その中に福和術がトリックであることも暴露されている。時代が進むと徐々に福和術は 娯楽としても楽しまれるようになる。1624年に、フランスのリシュリュー数奇鏡が雇った、これ、1655年に、イギリスの宮廷で、福話術を披露していたファニグスなどの福話術師が、挙げられる。1661年には、バチカンの師書であるレオ・アラティウスが、デ・イングストリム・テオ・シンタグマ、デ・イングストリム・ス・ディサーテイシオという福話術に関する、論文を書いた。 18世紀頃においては、ロンドンの鍛冶屋のサミュエル・ハニマンが、複話術の能力を使っていたが、金儲けや、呪術のためではなく、いたずらの目的で演じていた。1714年9月には、クラブで、石炭症のトマス・ブリッテンを、複話術を使って脅かし、数日後には死亡させてしまった。しかし、ハニマンが、この件で罪に問われることはなかった。 この時期の複話術師としては他にトム・キング、ジェームズ・ビッグ、ジョン・クリンチがいる。これらの人々はショーとして複話術を見せていた。複話術のショーで人形を使うアイディアを始めて考案したのはオーストリアのバロンフォンメンゲンと考えられている。1750年、彼はショーの時に人形を使い、人形の声を出している時に人形の口を動かすことによって本当に人形が 喋っているように見せた。また、彼は1770年には、福話術の方法を書簡に記した。その後も多くの福話術師が舞台で活躍している。また、記述と福話術のコラボレーションも見られるようになる。1800年、ジェームズ兄弟は、バルが記述で、フィッツが福話術と役割分担をして演じた。ルイアポリネール・クリスティーン・エマニュエル・コントや、 ジョージ・サットンも奇術師でありかつ福和術師である。ジョージ・サットンは機械仕掛けの人形を使い人形が喋っている時に口を自動的に動かした。また、1833年に福和術論を出版したが、これは福和術師が福和術について書いた最初の本となる。シカゴ出身の福和術師、エドガー・バーゲンは人形のチャーリー・マッカーシーと共に 1930年代から1940年代にかけてラジオ放送で大きな人気を得た。チャーリーの漫画や玩具が商品化され、さらに1938年には紹介女王として映画化されている。またチャーリーはサンフランシスコの1日市長となったこともあり、タイム市では歴史上最も有名な人形と評されている。近年では、 福和術は単なる娯楽にとどまらず、精神障害を持つ子供の教育に利用する動きもある。2017年、ダルシー・イリン・ファーマーはアメリカズ・ゴット・タレントで福和術を披露して優勝した。日本では2000年5月に特定非営利活動法人日本福和術師協会が設立された。2011年9月現在の個人会員数313名。 加盟団体数15団体。福話術では、口、唇、顎の筋肉を動かさないで喋るのであって、完全に唇を閉じているわけではない。母音の胃を発音する程度に唇は開けられている。魔行、馬行、パ行といった同心音は唇を一旦閉じないと、普通は発音できないため、こういった音を含む語句はなるべく用いないようにセリフを考えた方が良い。 例えば、パパとママという語句は、マパという同心音を含むので、お父さんとお母さんに置き換えた方が優しくなる。また、どうしても使わなくてはならない場合は、パ行をカ行の音で代用するなど、同心音の部分だけを別の似た音に変えることもある。熟練すれば、上の前歯や下を上下の唇の代わりとして用いることにより、唇を動かさずに、 同心音を発することもできるようになる。ありがとうございます。